今日は恋愛と脳、NO、というタイトルでお話してみたいと思いますと言いましても皆さんが期待されているようなお話から始まるかどうかは分かりませんそれは脳、NO、から見た恋愛ということだからですでは始めます最初に好き嫌いを決めるこれが一番恋愛の要素ですで好き嫌いを決めるのは返答体というところになります最初から結論を申し上げますと返答体で好き嫌いを決めて それから前頭葉でその人がお金持ちであるとか容姿がいいとかそういった服のセンスがいいとかですねそういうことを損得感情ですね計算して返答体の好き嫌いと照らしし合わわせてして決定るわけですですから扁桃体のその感情だけで人を見てもそういったいろんな欠点があったりしますけどそういうことが考えられなかったりしてで後でこんなはずじゃなかったとか言って失敗したりします。 例えばとても綺麗な人だと思ってもその人の性格が悪かったりなんか変な癖があったりとかすぐ怒るとかいろんなえ欠点があるわけですけどもそういったものを計算してどっちが勝るのかっていうのを決めていますねこれが一番重要な恋愛の要素です。にですね、えー、この決まってしまった好き嫌いっていうのはありますけどもそれをもし好き嫌いを克服した場合にはその嫌いな感情がないために いいいいろろんんなその人のの人ととここっていうのは理解すするるができるんできね見えなかったところが理解できたりするようになるのでその「扁桃体」で「好き嫌い」がはっきり決まってしまいますけどそれを克服するようにして「いろんな人」をいろんな目で見るようにすれば随分人間関係は変わると思います既成概念っていうかこういう人はこうだというものを持ちすぎてしまうと人間関係はうまくいかないということですねだから「扁桃体」が繰り返しますが「扁桃体」が「好き嫌い」を判断した。 でもそれを克服してみるというのも一つの方法だと思います。次に少し専門的な話をしてみたいと思います。えまず、扁桃体から分解状というところを通って、視床下部に情報が流れるルートと、もう一つ、扁桃体から海馬から乳頭体を通って、体上界を通って前、視床全角。 とというところに情報がが流れるルートがあります一つ言えることは扁桃体と海馬と同時に情報が入ると非常に強い印象として記憶に残りやすいということが言えます分解状の行き先の視聴下部の下には脳下垂体がありそこから恋愛ホルモンと関係あるオキシトシンが分泌されていますいく関わっているホルモンはドーパミンとセロトニンです ドーパミンに関して言えば、相手がドキドキするような表情を見せたり、顔が赤くなったりすると、これはドーパミンが分泌されている証拠です。そういうふうな表情を見せたり、仕草を見せると、相手も自分を気に入っているかもしれません。これはシュタインの一つです。ドーパミンは積極的な行動や思考に作用します。例えば、何かこの人と付き合ってみたら幸せになるんじゃないだろうかと。 いうふうなそういった報酬系の考え方、思考ですね。そういったところに影響を及ぼします。で、難しい話をしますと、ドーパミンの分泌する神経回路は A9 と A10 があります。A9 の経路では、黒質から始まっています。で、黒質から大脳鼻系の方に来まして、感情の部分に作用します。でもう一つはですね 腹側被害野というちょっと難しい名前なんですけこれは鋭点になります。こちらの方は扁桃体や内側前頭前野、前頭前野の方に前頭野の方に向けて分泌されます。 経路ののうちの下下部部では、下部は A 内も A 点も通過しますね。心拍数や呼吸の変化など情動に伴う自律神経の反応に関与するこれですねあの顔が赤くなったりとかドキドキするっていうのはこれです次にですね A 点の神経経路の終点大脳変縁系扁桃体海馬などでは経験と 会場道を結びつけ記憶するる働きに関わるこれはですね、えっと、以前こういうことをやって成功したことがあるとかそういったことの経験をもとに動機づけるというふうなことになりますね前頭連合これはまあ前頭野のことなんですけども A 点の神経の終点で多量のドパミンを放射する行動の実行判断決定する 機能を受け持つまあ理性ので判断するっていうか一番人間らしいところですねこういったところにどういった判断をするかっていうのを決めますただしドーパミンがあまり出ていますと扁桃体とともにですね刺激されていますとまあよくわからないまま判断してしまうという感情に任せて判断してしまうということがあるので注意が必要です注意してもしょうがないかもしれません 性格の面ですけれどもこれは残念ながら先天的に決まっています性格は。人の性格はセロトニンが影響を及ぼすことが知られています。重要な役割を果たすのは MAOA、ちょっと難しいですが、モノアミンオキシターゼ A という酵素です。これはトリプトファン、セロトニンの原料となる物質ですね。これを酵素の働きでトリプトファンに変えます。でもう一つの方は 先ほどの MAO1、この酵素が、えー、セロトニンを酸化させて神経伝達物質としての活性を失わせますという意味はこれはセロトニンの量を制御しているわけですねですからこれがおかしくなるとこの MAO1 がおかしくなると性格がすごく凶暴になって、えー、どんどんいってしまうというかそういうことになってしまいます不思議なものでと量が適量であれば セロトニンはとてもいいんですが増えすぎても凶暴な生活に正確になってしまうということですでもう一つのセロトニンに関してもう一つの話はセロトニン受容体というものがありましてこれは細胞間で出過ぎて余ったセルトニンを回収する働きがありますそれを再利用するわけですけどもこれをセル,セルトニントランスポーター遺伝子と言います これは S 型と L 型と長いものと短いものがあって S 型の短いものを持っている方はくよくよしやすい性格になるということですねで L 型の方はそうでもなく、まあ、普通の方ということでしょうかちょっと分かりませんが、まあ、そんなくよくよするしたりしないというトランスポーターになっています、えー、セロトニンに関しては MAOA <noise> 遺伝子とセロトニントランスポーター性格を大きく決めるということですね をを作るためにどのののよううなものを食べれればいいのでしょうか。それは大豆食品ですね。大豆食品の煮豆豆腐納豆枝豆おからきな粉などです大豆にはレシチンやチロシンが含まれていますこのチロシンがドパミンを作るわけですけどもまたレシチンもアセチルコリンを作るという作用がありますので大豆食品をまず食べてくださいセロトニンはどういうものを食べればいいのかと言いますとセロトニンンはビタミン B 群で 主に米ぬかですね。ですから、玄米を食べていただくのが一番いいかと思います。このような食生活をしてみてはどうでしょうか。Good luck!